でそういうところが果たしてこの間の論議の経過を踏まえて教育再生に取り組める体制になっているんだろうかと、そうでなければ絵空ごとに終わってしまうわけでね。でそういう点で考えますと、実はこの6月15日にですね、大分市で教育講演会に呼ばれましていろいろ話してきたんですが、ちょうどその日に、今回の大分の教員採用の不祥事が明るみに出て、大分合同新聞が15日付の新聞でトップで報道する、NHK のテレビも全国に流すと、こういう日だったんです。で冒頭まあその話をしたんですけど、大分県というのはご案内の通り、日教組の組織率が極めて高い県ですね。それで、長年にわたって、昭和46年当時からですが、いわゆる事前協議制という教育委員会と職員団体との間にですね、何か新たなことを学校に下ろしていくという時には必ず事前に教育委員会は組合と相談をすると、そして合意に基づいたものについては実施させるという方式なんですね。でそれは勤務条件の問題なら、職員団体として話し合いの項目なんですけれども、これがあらゆる問題、管理運営事項に関するような問題ですね。例えば人事とかそういうことに至るまで、採用、承認、昇格、異動、これらの人事についても合意に基づいて実施されてきた。だからマスコミは今組合枠の問題をね指摘してますけれども、そういうようなこともずっと慣行として行われてきた。これは違法行為なんですね、実際にはね。ですけれども、そういうような状況が今日まで続いていてですね、そういう教育委員会と組合の癒着した状況で学校教育行政そのものが密室の中で7で行われてきたと、結果として、教員採用をめぐって不祥事があったとしても組合も黙ってる、そういう状況だったんですね。だから私冒頭言ったんですけど、とにかく癒着している結果、密室性がさらに告発という形でね、組合員多数を要している組織からも出ない、これが結果として今日の状況を生んでるんだという話をしたんですよ。だから組合がこの問題で大きなね役割を果たしたんだけれども、マスコミはその日教組の問題をね、この採用をめぐる問題について一言も書かないんですね。だからそういうおかしなね現象が一つある。つまり教育再生という課題が地方が主戦場になる矢先にね、この問題が起きたということがね、端的に地方の実態を物語っていると思うんですね。だから私は教育再生の最大の障害物は日教組だというふうに、思いますし、こうした事例がね今日あるということはまさにその証明だと思うんです。そしてあと終わってから懇談会やったんですが、県会市会議員がかなり来てまして、その人たちともいろいろ話しました。で警察文教委員長という方も見えててですね、県会の、いろいろ話したんですが、本当にこれはね、実は7月に入ってから、大分県で全国の教育委員長会総会みたいなのが開かれたんですね。これは前から決まってたらしいんですけど、各市町村の、いやいや全国県、全国で、全国の、全国教育委員長会総会、全国の、埼玉の高橋史郎さんも参加されたそうです。それでそこでね、金森という文科省の所中局長がね、これが起こった原因として採用等についてね、その教育委員会事務局内部の論理でことが進められたと、そして、それをチェックできない合議制の教育委員会に問題があると、こういう言い方したんですよ。だからレーマンコントロールとしての教育委員会が機能を十分に発揮して、こうした不祥事が起きないように、やってもらいたいと、こういう挨拶したんですね。だから私はそれはもう完全に間違ってると、
つまり教育委員会事務局内部の一部不心得者がねことを起こして、それをチェックできなかった教育委員会よ問題があるからしっかりせよと、まあ、こういうことなんですよね。で果たしてそうなんだろうかと、僕はあの構造的なねさっき言った癒着状況があってこれが観光化してきた経過があるわけだから、それらの問題についてねメスを入れなきゃいけないし、そういう構造的な問題は大分だけなのかといえば全国的にあるわけですよね。口利きの問題が後でいろいろ出てきましたけれども、そういうことがあって結果として教育基本法の改正で新しいね時代を開くといって我々が長年の助走期間を経てですねあれが出来上がったにもかかわらずね、地方は相変わらず戦後教育体制のレジームからの脱却が全然できてないどころか、さらにそれを保守しようとしてねやってきていると。これで果たしていいのかという思いと、もう一つはやっぱり先ほど来福田内閣の問題出ましたけれども、福田さんが教育再生会議がですね教育再生懇談会として縮小して施政方針演説では教育再生と言いましたけれども、実際問題として教育再生をね二の次三の次にしてですねやってこなかったと。つまり取り巻く状況というのは中央においても教育再生という課題については揺り戻し現象が起きていると、それをどうするかっていうのは今後の課題じゃないかということです、はい、ちょっと長く、はい、まあ、今言った2つ、まあ、その精神的なバックボーンの、まあ、なんていうんですか、今言ったその自習子どもの見方とかそういうものをやってきたのが日教組であるということと、法律的な面と2つあるということを今お三人の方のあれで何となく分かってきたと思うんですけど、高森さん。はい、まあ、私はですね教科書運動に携わってきているというだけで、まあ、いわゆる教育問題について全くの素人ですので、今日は皆さんからいろいろ教えていただきたいと思って参加しておるわけなんですが、で、まあ、そういう素人の立場からですね、まあ、率直に申し上げると、まあ、今も小林先生の話もちらっと出てきてるんですが、やはり端的に言ってですね、こういう言葉を使うとちょっと誤解を招きやすいんですけども、やっぱりいわゆる戦後教育最大の問題は左翼支配にあったという受け止め方をします。非常に、まあ、大雑把なですね観念的なつかみじゃないかと言われるかもしれないんですが、今おっしゃられた組合の問題にしても、この最大の組織であった日教組は今民主党の支持にも票が流れてますけれども、もともと日本社会党だけをですね組合上げて、投票すると。でこれに飽き足らない、まあ、教員グループがですね全教という別の組織を作って、これは日本共産党に投票するという、その現場の先生方がですね日本社会党にあらずんば共産党をみたいなですね、そういう状況というのはやはりいかに左翼的な空気が濃厚であったかということをやっぱ端的に示していると思うんですね。でその左翼的風土の中で教師は聖職者にあらずと労働者であるというような自己規定が振りかざされて、果たして健全な教育というのは機能するのか。やっぱり子どもたちが教師を尊敬し、保護者が教師を信頼し、そういう中で教育というのは機能する。それがですね、一労働者であるというふうに自己規定した人たちに対してはですね、じゃあ今度は保護者はですね、労働者としてシャカシャカ働いているかどうかチェックしようじゃないかというスタンスになってくるのは、これおのずからですね、明らかだろうと。聖職者というイメージがまだ生きている頃はですね、まあ先生の言うことだからということでいろいろ配慮したり譲ったり従ったりしていましたけれども、もう保護者自体がどん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 高学歴化してですね、担任の先生よりもいい大学に出てる保護者の方がぞろぞろいるというような状況でですね、労働者教師にですね、なんで敬意を払わなきゃいけないんだと、自分の子供は自分のことが親の方がよく分かってるんだからということで、まあ、さまざまな機能不全が出てくるのも、そういう状況がバックにあるのではないか。そして有力だったその左翼イデオロギーが有力だった時代を背景に、組合がですね発言力を増してさまざまな分野でですね、その要するに教育委員会というものの形骸化が進んでしまう。要するに事務局の影響力というのは結局これは現場の先生が事務局に入ってきて差配するわけですから、これ癒着するのは当然なんですよね。
で教育委員がコントロールできないで事務局がその主導権を持つということはもう教育の現場教師が行政の中に入っていって動かしているという状況以外の何者でもないということですから、これは癒着構造が出てきて当然で、大分についても私はかねてからですね、地元の方々からそのこの口利きだとかですね、その賄賂だとかという話ではなくて、要するに選挙のたびに大分の先生方はもう大変な集票マシンとしてですねフル機能する状況があって、でもう学校のですね施設の空きスペースを使ってですね、そこは選挙対策事務所みたいになってるんだという話を聞いておりました。でそれを立ち上がったその市民がですね、それはまずいということでチェックしようというような動きがいろいろ出てきているというようなお話を伺ってですね、これ大分どうなってんだろうかなというイメージを持っておったところに、今回こういうような不祥事が出てきて、しかも関わっているのは全部現場の教師と